一の鳥居大村神社は三重県東賀市保にある神社。式内社で旧社格は県社。祭神は次の二十一柱。主祭神廃止信号指神祭神は演技式神明町では一座とする。一方、柿津元年の幸福時間務調書では大村上二座とあり、春日神が神後慶運二年に日立から三笠山に先行する際に休息した地であるとしている。 現在の廃止神である、竹見一一命、共通主名、アメノコ屋根の命らかすが神三橋らは、この千座伝承に由来するが、その史実性は明らかでない。これらに対して、現在大村神に当てられている域則別名は、古代史料に、阿ホ地域との関わりが見られる人物である。まず俗に、俗日本記、延暦三年十一月十一日上では、息則別名は、 伊賀国阿保村に住み、その四世孫のすねじめと等が、阿保君生を賜ったという。また、新鮮聖子録教皇別阿保阿孫城においても、追認天皇により伊賀国阿保村に救出が作られて、息則別名に、風優として授けられ、その子孫が阿保阿孫になる旨が記されている。大村神社付近には、息則別名の宮内庁寺城坊も存在するが、こちらは、 近年の考古学では6世紀に下ると見られているため、大村神社境内の古墳の一つを、一足別名の墓に否定する説がある。以上のほか、祭神については雪意み器や大名臭いの地にあてる説もある。なお、合神十七柱は、明治二十三年から四十一年の間に、行われた、旧阿保町二十八社、旧主聖村三社の合神になる。は不詳。 前述の通り、神語経営文2年の春日人先行伝承が存在するほか、当地を本願とした阿保氏の関わりを想定する説が知られる。社名については、古来、大森社、大森明神と見えることから社相を表す、大森から大村への転化とする説や、地名、阿保村から大村への転化とする説があるが不詳。国史では、上岸5年に、 大村上の神の深海が、聖六以上から十五一下に少女された旨の記載がある。延長五年成立の演技式神明帳では、伊賀国伊賀郡に、大村神社と記載され、式内社に列している。また、和名称に見える地名のうちでは、現鎮座地は、伊賀郡、阿蘇号に否定される。三国地市によれば、社殿は、永昇年間の火災に遭い、 さらに天正9年の天正因果の欄で消失したが、天正15年に再建されたという。この時造園された本殿は、現在も宝殿として残されている。この天正15年の胸札では、社名は、鹿島大明神とあり、元羅7年、安永8年の胸札では、鹿島宮とも見えることから、この時期には、春日神ガ光殿賞が定着していたことが知られる。なお、 天正15年以降は、秋永氏が神職を担っていた。明治維新後、明治17年8月7日に、近代社格制度において校舎に列し、明治39年12月に、新鮮兵白領とも新神社に指定、昭和5年11月27日に県舎に昇格した。かつて別当時は、禅定寺であったが、明治初年に廃寺となっている。現在の本殿は、 明治23年の造営。かすが作りで屋根はひわだぶきである。原本殿以前に使用された旧本殿は宝殿として原本殿の西側に隣接する。この宝殿は安土桃山時代の天正15年の造営になる。一軒舎入りもや作り、つまりで屋根はひわだぶき。その形式とともに彫刻や彩色等においても造営当時の様子を残すとされ。 国の重要文化財に指定されている。その他境内には、霊石として信仰される金目石や、希少、虫食い章がある。虫食い章の名は、化学変化により、表面のコブが落ちたことに由来するが、もともとは、禅城寺の盆章で、明暦二年の完成になる。また、境内の山道から、社殿付近には、宮山古墳群と称される、円墳数基が分布する。 大村神社で年間に行われる祭事の一覧。一規則別名簿所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。